現実路線より喧嘩路線韓国政府が菅総理の倍返しを恐れるわけ。9月16日に誕生した菅政権。国際政治の中で敏感に反応した国が韓国だった。韓国メディアは右翼カラーは変わっていないと表し、安倍政権シーズン2などと冷ややかな記事も出ている。ムンジェイン大統領は菅総理を祝賀したものの、韓国メディア同様に、 韓総理の外交手腕を注意深く見守っているという段階と言われている。近年顕著になっているのが韓国政府や韓国メディアの日本政治への理解不足です。安倍コール夜間みたいな単純化で全てを語ろうとしますが、現実はそんなに単純なものではない。韓国内で地日派と呼ばれる人が少なくなったことが理解不足の一因になっていると思われます。外交ジャーナリスト。 韓国政府は安倍路線の継承を標榜する韓総理を警戒している。しかし安倍外交と韓外交の本質は似て非なるものなのだ。ではどこが違うのか。三つのポイントを挙げながら解説をしていきたい。ポイント一、安倍外交は現実路線だった。安倍政権は違和感だったと国内外では見られているが必ずしもそうとは言えない。 どういうことか。例えば北朝鮮問題について、安倍氏は基本的に厳しいスタンスを取り続けてきたが、時に米朝会議に協力するなど現実路線も取ってきたのだ。安倍政権はトランプと金正恩の握手という歴史的なシーンを演出した2018年の米朝会談の開催過程においても一定の役割を果たしてきた。それまでトランプは米朝会談を 反問点で行うと主張してきたのですが、4月28日の電話会談で、安倍さんが反問点では北朝鮮ペースになる、アジアの第三国でやるべきだとアドバイスしたのです。それをトランプが聞き入れ、シンガポールで開催することになったという経緯があるのです。外務省関係者。トランプが5月10日に Twitter で6月12日の米朝会談を発表する前にも、 米安全保障会議の担当者からは、日本政府に事前通告が来ていた、当然と言い、陰に日向にと動き回った。北朝鮮に対して強行策を取るだけではなく、米朝会談を後押しするなど、新米保守のイデオロギーに順じながらも、柔軟に対応してきたのが、安倍外交の特徴だったと言えるだろう。2015年末に締結された、慰安不合意も同様である。 韓国サイドから極右政治家とみなされていた安倍首相はソウルにまで乗り込み僕国大統領当時と日韓首脳会談を行い慰安婦合意への下交渉を行っているこの時外務省内では安倍総理に対してソウルで卵をぶつけられる可能性があるとの意見が出るほど緊迫した下交渉でした総理は自分の時代で慰安婦問題に終止符を打つという強い 決意を持って望まれていた別の外務省関係者。日韓首脳会談の成果が結実する形で、2015年12月28日、日韓外相会談で日韓合意が発表される。慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決を確認したのだ。岸田文雄外相は、慰安婦問題は当時の軍の関与のもとに、 多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題であり、日本政府は責任を痛感していると謝罪の気持ちを表明している。慰安婦合意は韓国のテレビキャスターが速報を見て絶句してしまうほどの衝撃のニュースであった。ある意味で反日に慣れきっていた韓国側も驚愕するほどの外交成果だったと言えよう。もし、安倍氏がまたで言われている。 極右政治家であれば慰安不合意をなし得ようとは思わなかったはずだし、岸田氏のコメントをよしとはしなかったはずだ。こうして見てみると、安倍政権は決して嫌感一辺倒ではなかったということが理解できると思う。ポイントに、菅総理は喧嘩できる男。では菅総理はどうか。その外交手案を予想するためには、まず政治家、菅義偉の実像を解析する必要があるだろう。 初出馬の時に無所属で出た話は有名ですが、今回の総裁選でも、正気ありと見れば迷わず出馬するという、勝負感というか、喧嘩度胸のようなものが、監視にはあるのです。自民党関係者。監視の横顔を物語るエピソードがある。現在は無派閥を貫いている監視だが、かつては竹下派や高知会といった、有力派閥に所属していた時期があった。2000年、 平成12年11月20日の衆議院本会議に向け野党が森吉郎内閣に対して不信任決議案を提出する動きを見せ加藤光一当時高知会会長が仲間を引き連れ賛成もしくは欠席すると宣言した騒動があった有名な加藤の乱と言われる政変であるこの時打ち字に覚悟で国会に突入せんとする 加藤光一氏を谷垣定一氏が大将なんだからと必死に止めるというシーンがありました。加藤氏も谷垣氏もテレビカメラの前で男泣きしている光景が有名になりました。この場面を冷ややかに見ていたのが当時高知会に所属していた菅義偉氏でした。この時に菅氏は派閥にいてはまともな喧嘩ができないと達観したと言われ後に高知会を離脱し 無派閥を貫くことになるのです。当然。加藤の乱は様々な示唆を監視に与えたと言われている。いざ勝負という時に派閥に所属していると、派閥内の力学や序列、干渉論にとらわれてしまう。加藤の乱の失敗を目の当たりにした監視は、勝負をする時には、派閥はプラスより、むしろマイナスが大きいと考えたのだろう。 菅氏はここぞという時には喧嘩をしてでも勝負したいと考えるタイプだという無敗閥のまま総理大臣へと登り詰めた道のりがそれを証明していると言えるだろう。もう一つの特徴が霞が関への姿勢である。なんで役所はできないんだ。やる気あるのか。菅氏は官僚を目の前にしてこうたびたび怒鳴りつける姿を目撃されている。菅氏は 腰が低いように見えて、実は短期で官僚を同活するように喧嘩状等のタイプ。官誌の短期さを表す有名なエピソードがあって、ある食事の時熱々のそばが出てきたところ、官誌はお水をそばにかけてささっと食べたというのです。冷めるまで待てない。今でも昼食はざるそばを5分で書き込む。官誌はイエス、ノーをはっきりという政治家で曖昧なことが嫌い。 そして時間にもうるさい。すぐに玉虫色の回答や時間稼ぎをしようとする官僚が嫌いなのもその性格によるものでしょう。政治部記者。イエス、ノーをはっきり言う性格。そしてもう一つの特徴が喧嘩上手であるということだ。ポイント3、朝鮮半島政策への厳しい姿勢監視の特質は日韓関係にも影響するだろうと見られている。日韓関係の中で 外務省や官僚が玉虫色曖昧にしてきた課題は数多い。韓国に対して折れるというシーンも多かった。日本が折れてくるから、韓国サイドは何度も安婦問題や徴用工問題を蒸し返してくるという状況が続いています。実際に安婦合意についても、ムンジェイン政権の元事実上の破棄状態が続いています。こうした曖昧な状況について、 菅総理が果たしてどう対応するのかに注目が集まっています。前室、外交ジャーナリスト。菅氏はもともと自民党の対北朝鮮経済制裁シミュレーションチームの座長を務め、様々な対策を主導してきた政治家だった。菅氏が特に力を入れていたのが、北朝鮮が核実験を行った場合の対応策でした。 国連安全保障理事会の経済制裁決議がなくても北朝鮮船舶の日本への全面的な入港禁止などの経済制裁措置を直ちに発動することなどを積極的に提唱していました。前出、政治部記者。2013年、韓国、海空軍と海洋警察が島根県、竹島で防衛訓練を実施したことに関し、菅官房長官、当時は、 我が国の立場から受け入れられず、極めて遺憾だと述べた。菅氏は直ちに外務省官僚を呼びつけ、竹島は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土だと憤りを見せたと言われている。この時も国際司法裁判所に提訴することを検討しろと菅氏は真っ先に言い出したのです。やられたらやり返すというのが菅氏の外交スタンスではないかと囁かれるようになりました。 前室、外務省関係者。徴用工問題、グソマイア問題などでは、常に安倍政権の元官房長官として、厳正に対処してきた官司。しかし、勘違いしてはならないのは、外交方針は同じように見えて、安倍氏が外交現実路線を取ってきたタイプであるのに比べ、官司はより、人気や筋を重んじるタイプであるということだ。韓国に対する、 思想的なものはないけど、監視は韓国が領土問題や歴史問題を仕掛けてきたならば、倍返しするぞ。という喧嘩状等の姿勢を持つ政治家です。韓国政府にとっては現実路線を取ってきた安倍政権よりも手強い相手になりかもしれません。前出、政治部記者。